西田昌司は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、参議院自民党国会対策委員長代行、自民党税制調査会幹事、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム、北陸新幹線検討委員会委員長、自民党京都府連会長、自民党副幹事長、京都青年政治大学校事務総長などを歴任。 西田義弘の長男として、京都府京都市に生まれる。京都市立東南高等学校を経て、1981年に、滋賀大学経済学部を卒業。森金次郎の税理士事務所に勤務し、1987年に税理士事務所を開設して独立。1990年、京都府議会議員補欠選挙に出馬し初当選。以後、5期にわたって、 トップ当選を続ける。この間、京都府議会総務常任委員会委員長、自民党全国青年議員連盟会長などを歴任。2000年に初代事務総長として京都青年政治大学校の設立に携わる。西部進む佐伯木慶史、宮本光春らと共に発言者塾を通して言論活動を行い、雑誌、発言者で毎月連載を持つ。 その姉妹氏にあたる、K の発言では編集長に就任し、京都発言者塾では世話人代表を務める。2006年秋、参議院議員を務めていた父、吉弘が末期願の宣告を受ける。安倍晋三首相の政治信条と自身の信条が合致していたため、自民党の予備選考を通り候補者となる。2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙に、 京都府選挙区から自民党公認で出馬し初当選した。2008年の自民党総裁選で麻生太郎を支持し、決算委員会では小沢一郎や鳩山幸夫の政治と金問題を追求し、その国会質疑や党執行部に対する発言がメディアに取り上げられる機会も多くなる。2009年、政権交代後の自民党総裁選で1年生議員ながら、 森吉郎から立候補の打診を受ける。各市でも立候補を画策しているとの報道がなされたが、西田は稲田智美らと共に平沼竹を自民党に復党させ、総裁候補にしようと安倍晋三らに働きかけを行っていた。しかし平沼が誇示したため、同じ京都府選出の谷垣定一に投票した。政権交代後も予算委員会などで、 小沢一郎や鳩山幸夫の政治と金問題を追求。2010年4月に発足した政権力委員会で治安、法務、政治改革部門の副担当に就任。参議院予算委員会理事、参議院財政金融委員会理事、参議院自由民主党国会対策委員会、副委員長などを務める。9月の自民党参議院議員会長選挙では、 町村派所属ながら同派幹部の谷川修善、参議院幹事長ではなく、無派閥に転じた中曽根博文元外務大臣の推薦人に名を連ねる。2011年から民主党政権に関わる問題の追及を集中的に行う。3月以降、前原政治野田義彦、蓮舫、菅直虎の在日外国人や、暴力団関係者との政治と金問題及び、 黒い関係問題、市民の党や頑張ろう、日本、国民協議会に関する民主党の闇問題を追求。民主党の TPP や財政再建の方針に対して明確な態度を示さない党執行部と対立することが多くなる。同年10月31日の参議院本会議での議員歳費減額法の採決では復興財源に 子供手当を廃止して当てるべきだとして、衆議院、参議院を通じて、ただ一人反対票を投じた。2012年1月30日、YouTube の公式チャンネルでサイバーテロを受ける。過去に、西田昌司に、外国人献金をしましょうといったメールやツイートが出回ったり、脅迫や在日外国人関係の団体から突然、郵送物が届くといったことがあった。 翌31日、安倍晋三のオフィシャルサイトでも同様の被害を受けていたことが明らかとなった。発信源が国外であったことなどから保守系議員を狙った組織的犯罪である可能性が高いと見られている。2月19日の参議院本会議での国家、公務員給与を平均7.8%削減する法案の採決では、現在の状況での公務員給与引き下げは、 デフレ脱却につながらず、そもそもこの給与削減法は、民主党と連合が実現を目指している国家、公務員の労働協約締結権の導入につながるものとして、自民党でただ一人増反した。9月に実施された自由民主党総裁選挙で、安倍晋三総裁の推薦人に名を連ねた。当初は、安倍総裁に、次回の総裁選まで出馬を見送ることを促して、 いたが、中国の対日強硬姿勢や党執行部の分裂など、政局の変化もあり、出馬を支持。10月4日に、参議院議員有志32名からなる、新しい日本型社会を考える会を代表して、市場第一主義との決別や、自律的な安全保障体制の確立等を趣旨とした政策を提言し、発足の自由民主党社ウキャビネットでは、 影の財務副大臣に就任。2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙に、京都府選挙区から出馬し、に選する。2015年8月、北陸新幹線の鶴ヶ外政ルートにおける与党、整備新幹線建設推進プロジェクトチーム、検討委員会が発足され、10月に、第3次安倍第1次改造内閣で、復興大臣についた、 高木武氏の公認として、検討委員会委員長に就任。2017年3月15日、北陸新幹線の鶴ヶ外線ルートに、オーバマ、京都ルートと、南回りを正式決定。検討委員会委員長として、学研都市線、松井山定期を中間駅とする、南回り提案に尽力を注いだ。2019年7月の第25回参議院議員。 通常選挙に前回と同じく、京都府選挙区から出馬し、トップ当選。参戦が確定した。同年9月28日、自民党京都府連会長に就任。2020年5月、新型コロナウイルス感染の消結状態を鑑みて、消費税0%を積極的に事故の YouTube などで主張した。また、MMT に関して、麻生太郎財務大臣に、 国会内で質問し、国債残高の量によって国家財政が破綻しないことの現地を取ろうとしたが、答えをはぐらかされた。さらに、国債は銀行、郵便局の預金者の預金によって購入されるのではなく、日本銀行の東西預金水等庁に記載されることによって買われていることを強調した。2021年6月20日、 反緊縮財政などで一部の主張を共有する、同じ京都を地盤とする安藤博士議員を正当な理由なく京都フレンリジの立場から突然推薦拒否を通告した。衆議院議員選挙が近い時期でもあり、突然の現職議員への推薦拒否直後に西田に近い議員の擁立を決めるなど、党内外から批判が相次いだ。西田が番組出演をしている。 日本文化チャンネル桜の水島里市社長が安藤議員擁護、西田批判の番組を2本配信する展開となり、党内構想に加え同じ支持基盤を持つ層からも強い批判を受けることとなった。マスメディアは安藤議員へのスキャンダルのリークを西田から直接受け取った。政治家は憲法と教育基本法の制定時の歴史的背景を国民に知らせる義務があり、 それらを含めた日本の歴史と日本人の心は家庭教育と地域教育を通して永続的に伝えられていかなければならないと主張している。大阪都構想に反対して自身の YouTube チャンネル週刊に下で都構想を推進する大阪維新の会や橋本、トールを批判。2015年大阪市長選挙及び2015年。 大阪府知事選挙のダブル選挙で大阪と構想反対を掲げて柳本県栗原高子の応援演説を行った。選挙結果はいずれも大阪維新の会の候補者が当確し柳本栗原は共に落選。2012年8月16日から4日間ベトナムを私的訪問した際、参院規則で定められた成果願いや 海外渡航届を参院議長に提出していなかったため、同22日に鶴穂洋介参院議員運営委員長から厳重注意を受けた。2018年7月7日、当時平成最悪の被害を出した豪雨発生中、京都府に大雨特別警報が出されている最中、京都府内のホテルで講演者向けのビアパーティーを開催。翌日、その様子を 自身のブログに掲載したが、批判が集中したため一定期間後に、当日の開催予定告知記事も含め削除した。後日、事務所は、この件について、支援者からの開催要請があったと釈明した。ありがとうございます。